速稼塾の久保です。 YouTube だけでね、収入が得れるということで YouTube を始められている方もいると思います。もちろん YouTube 自体が楽しいっていうこともあるんですけども、できれば YouTube からもちょびっとだけでもね、副収入得たいと思いますよね。 YouTube から収入を得る方法っていうのはいくつかあるんですけども、その代表的なのが、真っ先に浮かぶのが広告収入だと思うんですよ。まあ広告収入じゃないにしても、チャンネル登録1000人っていうのはまず目指すところだと思うんですね。で、今回はそのチャンネル登録を1000人達成するためにどんなことをしていけば効果的なのかってことをいくつかに分けてお届けしようかと思います。登録者1000人を突破するための、そして突破した人もね、ぜひご覧いただきたい YouTube 基礎講座になっております。まあ、第1部はアクセスアップ、いわゆる集客アップについてお話ししようかと思いますね。関連動画と言いまして、すでに、誰かがこう動画を視聴してますよね。で、視聴している動画の関連としてあなたの動画が紹介されるかどうかってことです。それが YouTube 基礎講座なんですけども、ちょっとこれから流すね、サンプルをいくつかご覧いただいて、まあ興味のある方はね、またお問い合わせいただければと思います。私の YouTube のホームってのはこうなってるんですよ。YouTube にログインすると、私の YouTube 上には、私のアカウントでこういうのがまず左上から表示されます。最近ね、自己啓発の YouTube 真剣に取り組みたい方にはね、お届けしたいと思うんで、もしね、反響があるようでしたら。はい、ということでね、あなたが YouTube を作った場合、誰かの YouTube の関連動画として紹介される、もしくは誰かのログインした YouTube のホーム画面上に、引き上げてもらえる、この2つが大体7割なんですよ。で、それからこれからプラスアルファで構築したいものがあるんですね。で、その中で皆さんからいただいたコメントの中で、こういうところを解決したいとか、これは一体どうなんですかとかね、そういった具体的な質問がありましたら答えながら、それも新しいコンテンツにどんどん追加してですね、皆様の YouTube 上の問題解決に努めようかと思います。では、よろしくお願いします。少しだけね、サンプルの方を流させてもらいますんで、ちょっとちょこちょこと見てもらっていいでしょうかね。もうはじめ社長ご自身のね、動画の関連動画として表示される可能性が高くなるってことなんですよ。関わり深いんですけども、あなたの動画が評価されているかどうかなんですよ。YouTube ってのは SNS ですから、コメントが盛んについたりとか、視聴者さんが動画を見つけている場所について、もう一回おさらいしながらお話していこうかと思います。じゃあ一旦ね、ここまでで、次の動画でまたお会いしましょう。